このコーナーは椎名ちゃん出演者の椎名めぐみと北川風花、スタッフの越前定子の3人が秋田県内の飲食店を食べ歩きしながら街ブラします。今回も4月28日にリニューアルオープンしたばかりの道の駅いわき秋田海横にお邪魔します。ロゴ入ってる。本当だ。しかもさ、A がさ、ね、テントの形になってる。そうそうそう、ちょっとあれだね、かわいいね。すごいコラボしてるな。トランプもあるんだ。すごい。何でもあるな。素敵。選手のね、ステッカー付きお菓子とか。ああ、誰入ってるかわかんないんだよね。そうですね。古川選手。ランダムって書いてますけど。古典マリ、ユリ本城といえば、古典マリ、ピアス、イヤリング、ね、これ落としたら泣くよね。一個落としたうわもう一個ねえよっていう感じの。かわいい。あれ、すごい。あ、ビレッツピンクなんだ。へえ。あ、なるほどね。マリをちょっとボールのあれとかけてるのかな。へー、そういうこと。多分。あら、素敵。大ちゃんの写真があるよ。すごい、大ちゃんのってこんなにあったんだ。ポストカードもこんなにあるんだ。これなの、これこの子、この子なんだ。あ、そうそうそう、これがね、これあの会社にいる。そうそう、久しぶりに見た。今元気なんだとか、あれこんな顔だった時かと思って。そうそう、耳垂れてて、垂れ耳大ちゃん。本当だ、本当。見たことあるのかな、みんな。わ、私も見た。本物大ちゃん。チラッとしか、チラッと。本当に耳垂れてるね。あれ私年単位で見てない気がする。近すぎて会ってない。そう、あ、わあ、かわいい、久しぶりだ。この子がモデルなんだね。え、垂れ耳大好きでございます。だって水槽だった。あ、これ A 型の水槽で。あ、そうなの。あったんだけど、なくなって今この、あ、そうなんだ、シンボルになってる。あらま、あ、水槽、お魚泳いでたの、これね。バスケットコートみたいな。バスケコートみたいな。ちょっとじゃあ、いきますか。かわいいね。これもまた。これ美味しいんすよ。やば。地元のお菓子屋さんなんだ。そう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 。これはね、やばい。これ買っていこう、帰り。これこれこれ。美味しい。美味しいの、これ。あとね、秋田だとね、アトリオの地下に売ってます。県産。そう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 、県産インフラとか。あ、ここで出て、わ、アラツミのカニと完売だって。お一人一点なのになくなっちゃってるんだよ。どんだけ人気って感じ。すごいね。地元のお菓子屋さんのお菓子が、関東ずらっと、ですよ。関東めちゃめちゃ押されてる。これ食べたことない。ない。私もないです、これ。どういうお菓子？ねえ。なんか上はアーモンドのね、そうだね、ちょっとキャラメリゼみたいなの乗ってて、キャラメルケーキだって。自分がお菓子知らないお菓子があって、チョコで囲われてるよね。ねえ、これこうやって売ってるんだ。初めて見た。ねえ、知らなかったよ。やっぱこうやってあのね、地元っていうか、ね、足運んでみるとあるね。知らなかったものとかいっぱいあって楽しいですね。出会いだ、出会いだね。帰り買っていこう。次回も3人が飲め物を堪能します。